冒険でしょでしょ、そして交響曲第7番波長調作品60レニングラード第一楽章よりでした。この曲はオープニングやいて座の日に使用されていますが、小崎さんいかがでしたでしょうか。平野さんが大変素敵でしたね。私はいろんなクラシックコンサートに行ったことは、あるんですけれども、こういうフルオーケストラをバックに歌手の方がアニメの主題歌を歌うっていうのはこう初めての経験で非常に感動しております、白石さんどうでしたか。我々も初めての経験で、クラシックの、このようなコンサートの司会をやるということ自体がですね、私ももう初めてでございます。大変貴重な経験をさせていただきまして、本当にありがたい限りでございます。これを機にクラシックをもっと勉強してみたいなと。そうですよね。白石さんもぜひこう、ね、歌うような立場に。恐縮です。ではいつかは恋の実る伝説で。その時は私をまた解説しますんで、やらせていただけるならよろしくお願いします、ありがとうございます、で、次の2曲目レニングラードですけれども、このレニングラードという副題がついているのはですね、第二次世界大戦中にナチスドイツによってレニングラードの街が封鎖されたんですね。その時にそのレニングラード市の中で書かれたショスタコービッチが書いた曲がこの交響曲7番なんですね。その中でもこの第一楽章の繰り返すフレーズは戦争のテーマと呼ばれてまして、軍隊の力強い感じ、暴力的な様を描いたと言われてはいるんですけれども、どことなくなんかコミカルでユーモラスな雰囲気もしますよね、これは多分ショスタコービッチなりに何かこう込めた思いがあったんだと思うんですけれども、今となっては全ては神の溝を知るところです。ありがとうございました。それではここで約15分の休憩となります。休憩を挟んだ後第2部となります。今しばらくお待ちくださいませ。それではこれから第2部の始まりです。ここでソリストをご紹介いたします。ピアニストの本田誠二さんです。よろしくお願いいたします。